見える会メルマラこんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日もですね、公式 LINE ご登録者の方からご質問いただきました。この、まあ、振り子の法則というんですかね、いいことが起こったら悪いことが起こって、悪いことが起こったらいいことが起こるのかというところのご質問ですね。で、このいいことが起こった後に悪いことが起こる人もいれば、 ある意味、いいことがずっと起こり続ける人もいればと。その違い何なんだろうというところですね、えー。そのところ、私の考え方のところからですね、お話しさせていただければと思います。では、画面の共有に入ります。こちらです。いいことの後に悪いことが起こる人と、いいことの後にいいことが起こる人というところですね。公式 LINE ご登録者、あの M さんからのご質問ですと。 ここのところ、本当にろくなことがない日が続いていますと。良いことが起こる前には、絶対に反対のことが起こり、左右反差のような法則が成り立つと。 言われている本を読んだことがありますが、前兆として嫌なこと、苦しいことが起こるものな何でしょうかと、いうことが起こる前に、えーね、嫌なこと、苦しいことが起こるものな何でしょうかと、そう思いたいって思う気持ちがあるんですがと。でまた、よくき引き寄せの前兆としてね、引き寄せのいいことが起こる前の前兆として、肯定反応悪いことが起こると,ということも言われていますが、何か物理的にそうかと思えるようる事象があるのでしょうかと、納得して頑張りたいのですがと。で本当に縁が薄くて、良い人に巡り合いません。 20代の頃から引き寄せの法則は知っていて、瞑想をやったり、セミナーに行ったりしても、恋愛ばかりはどうしてもダメでしたとで。家族に縁がないかなと思いますが、よろしくお願いしますというところですね。このところ、どういうふうに捉えばいいかというところなんですけども、この、振り子の法則があるのかというのが、まあ、私が思っている感覚とすると、全部ここ、素粒子で、まあ、これは、えっと、東大の理学部の吉田信夫先生という本の中にね、この、 ここ全部が波、波でしかなくて、でエネルギーが入ったら波が揺れ始めるっていう考え方のところから、えー、村松なりにこう解釈してですね、えー、自分がそういうふうにやっていくとうまくいってで、多くのトレーナーさんもどんどん良くなっていくというところの考え方と、えー、実際の例があるからなんですけども、でまあ、本当にね、このミクロのレベルでの実験はできないので、本当かどうかわからないんですが、私の中でそうやったらうまくいき、えー、多くの方々はそうなっているというところでの考え方を伝えて と例えばいいことが起こったあには悪いことが起こるっていう風に自分が思ってるといいことが起こりましたあじゃあ悪いことが起こるなというエネルギーを飛ばすとただその通りに現象が悪いことを起こしてくれるとで悪いことが起こったらいいことが起こるっていうふうに思っていれば嫌なことが起こりますそしたらいいことが起こるなというふうに現象が現れるという仕組みは働くと思いますでこの悪いことが起こった いいことが起こった後、悪いことが起こるんじゃなくて、いいことが起こって、ありがたいな、幸せだ、本当に続いてるな、ラッキーだなーってこう思うと、そのラッキーだな、ありがたいなっていう周波数をぶつけ続けるので、ずっといいことをラッキーだな、ありがたいだな、ということが起こると。で、あと、えー、まあ、嫌なことが起こりましたと。で、いいことが起こるっていうふうにも捉えられるし、嫌なことが起こったところからも、あの、会科でお伝えさせてもらってるのは、いいこと、悪いことを、 いわゆるこの世的に不幸なこととかね、えー、幸せなことっていう出来事が言い悪いっていうふうに捉えてるんじゃなくて、出来事には意味がなくて、自分がどの周波数で捉えるかってこう伝えてます。例えば、ご病気でね、ものすごくこう苦しくて命のギリギリにあった人とね、この間、だ昨日お話しさせてもらったんですけども、その方がその時期を通して、本当にこう欲が薄くなったと。 あれしたいなこうしたいな、もっと成功したいなとか薄くなって、とにかくこう食事いただけるだけでありがたいと、朝目が開くだけでありがたいというふうに、この命切りギリで、まあ、余命宣告されてと。っていう状況で、そういう状況をこうありがたいなというのをものすごく感じられたらしいんですね。今すごくこうけんあの結構健康的になられて、普通に生活できるとその、食べ物にありがたいなという感覚が薄れてしまったと。 なので、ものすごくこう過酷な状況だったことを、にで、えー、いろんな食事をいただけることにありがたいなってこうすごくこう感じられたので、あの,人の体験がすごく良かったって言うんですね。過酷な状況、命ギリギリの状況、本当にこう周りからも愛されたいって思い続けて辛かったと。 そういう出来事をこの不幸最悪度を捉えるのではなくて、そこすらもあったから今ただただありがたいというふうに捉えれば、そのね、ものすごく辛いこと、ご不幸,不幸なこともこの良かったことに変わるので、 あの、一般的に物、こういう出来事が起こる、これは良くないこと、これは良いことっていうふうに捉えるのではなくてですね、この出来事の周波数何かなと、どんな周波数で見るかなというふうに、良い,い悪い、まあ良い悪いの判断もないんですけども、えー、全部を良い,いにも捉えられるし、全部を悪いにも捉えられます。で、えー、まあ恋愛に関してなんですけども、同じようにですね、この人の行為とか、 相手の状態とかで良い,い悪いで判断すると縁がなくなってくるかもしれないんですけども、この全部縁っていうのは周波数ヘルツなので、どういうフォトンで呼び合うかだけなので、どんな人とも縁をつなげられるし、どんな人とも縁を、この半年一年で縁を切ることもできます。それは自分が周波数側を見ないで物として出来事として見てて、これは良くない、これは OK ってやってると、それは普段は当然あります。だけど、重要なのは、 この相手からどういう周波数をもらって自分がどういうふうに愛を拡大できますかというふうにしていくとお相手とこの愛の高い側でつながっていくのでこの人素敵だなと思ったらその人の体のミクロの周波数側を見ていくっていうのが縁がどんどんつながってくると思います。でまあ えー、会館のトレーナーコースが月に2回ね、え、何、第何期と第何期ってあるんですけども、トレーナーコースでいらっしゃる数十人の方々が、部屋とかズームの中でこう集まった時の空気感のつながりが本当にこう深いんですね。それはそのトレーナーさんたちが感謝業自分方めを通して周波数が大事にして、その人とのつながりがすごくこう大事にしていくと。そうするとそのトレーナーさんのご家庭の中が、このね、 えー、本当にもう旦那さんとの関係もいいかなと思ったけど、すごくこう今いい状態とか、朝、毎朝散歩に一緒に行け,行け、行けるようになったとか、ね、本当にこうただただこう家でキッチンで料理しながら子供とかパパがこの家にいることがただありがたいっていうふうにね、えー、感じられるので、この周波数側を大事にしてど、自分がどんな響きかなということを気づいていただければ、 いい,こいいことと悪いことっていう風にな,なくなってくるので、いいこと、悪いことで捉え始めたら、出来事を見るんではなくて、どんな周波数でいるか、自分がどんな周波数を響かせるかという風に捉えていけば、良い,い悪いがなくなります。で、ご縁もどんどん出来上がっていきますので、ご縁は自分が作ります。自分が周波数を響かせて、自分がご縁を掴んでいくので、 いいご縁ないかなって思ってる限り、ずっといいご縁がないかなっていう周波数で言ってしまうので、自分が縁を作ってから、自分が人々との人間関係の縁を大事にするというふうにやっていきましょう。 ということで、ぜひね、えー、M さんにも素晴らしいご縁が響いていきますよう。お祈りしております。では、えー、関連動画ですね。こちらにつけさせていただきます。エネルギーをどんどん感じたい、周波数を感じたいという方は、開花通でセミナーのご案内をこちらにつけさせていただきます。よかったら、チャンネル登録はこちらです。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さようなら。